レオネット、お前が私が初めてこの手にかける魔女になるだろう。行くぞ、ルーメンの賢者の誇りにかけて。天界の奴らが不気味なほど静かだ。それに、それに下の連中もな。おいで、言うこと聞かない子はお仕置きしてあげるわ。何か裏がある。例えばこの世界を司る力に異変が起きたか。魔女の死、それは魂が魔界の正気に溶け込んで完全に消滅した時だ。魔界へ引きずり込まれた魂を救う方法はない。まだ死んでないわ。褒めるつもりはないが、言ったところで無駄かもしれないぜ。ついに来たな、地獄の入り口に。魔界への入り口、ゲイツオブヘイ。自分から地獄に落ちようなんて物好きはあんたぐらいだ、ベヨネッタ。友達を迎えに来たのよ。そろそろ門限の時間。ジャンヌ、そろそろタイムリミットか。間に合ったら奇跡だぞ、ベヨネッタ。こいつは運命の赤い糸のお導きかな。思い出してきたぜ、自分は何者なのか。貴様、なぜ邪魔をする。話し合って済む雰囲気じゃなさそうね。私が会った賢者はおしゃべり好きな男だったけど。許さない、奴だけは許さない。ルーメンの誇りにかけて必ず息の根を止めてくれる。セレサ、気をつけろ。何かが、世界に何かが起きようとしている。この場所は、いや、この時代はまさか我々の、我々アンブラの象徴が。ベネタ、俺から離れろ。今、ついに全ての力が一つになる時が来ました。さあ、アンブラの魔女を返していただきましょうか。闇の左目を。